イエス、イタリアの土着品種でファッキングルー。イエス、今日はその第1回目いってみよう。ワインをこぼした時に一番やるべきこと。ちゃんと拭け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 。動画をご覧の皆さん、こんにちは。ボンジョルノ。私は今イタリアの北方バレッタオスタ州に来ております。ご覧ください、見事な景色。私は今ここクールマイオール、ジャックマイオールではありません、クールマイオールに来ております。素晴らしい景色、若干肌寒さも感じておりますが、それは私の気持ちだけでありまーす。イエーイ、イエー、ファンキー、え、ファンキー、あ、ファンキー、あ、ファンキー。本日から約20回にわたり、イタリア各州の土着品種で作られたワインを飲んでいくぜ、ベイベー。今日ご紹介するのはバレッタオスタ州、バレッタオスタ州のカーブデオンズコミューヌという協同組合によるところのブドウ品種はフミ。であります。フミンと言ってもですね、ねえフミン、こっち向いてのフミンではありません。バレダオスタ州の土着品種であります。イエー。バレダオスタ州というのはどの辺にあるのかというと、ででこの辺、フランスとかスイスの近くであります。アルプス山脈、知ってるかい？アルプス山脈にあるモンブランとかですね、あとなんだっけ、マッターホルンとかありますよね。その辺でーす、その辺でーす。俺大丈夫かな。そんなわけで、バレッタオスタ州は面積で言うとイタリアで一番小さい州でありまして、日本で言うところの長野県と同じくらいの面積であります。で、今回ご紹介するこのフミン、フミン、フミンといっても、フミンとかとはちょっと違うんだけど、せっかくだからもう開けてみよう。開けるのを待つべし、みんな。開けるのを待つのだ、みんな。はい。ってなわけで、どうして私がこの度、土着品種のワイン、イタリアの土着品種のワインを飲もうかなと思ったのは、一番わかりやすく言うと、イタリアの土着品種、俺何も知らねえんだ。
っていうところで勉強がてら、購入して20週ぐらいあるんだよな、フランスじゃねえや、イタリアの州が20州あるんで、各州ごとで作られている単一品種のワインで、いや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 、これ飲んだことないよねっていうのを、飲んでいこうというわけでございます。イタリア土着品種の宝庫、土着品種、土着とは土につくと書きますよね、まあ、こんなことはどうでもいいか、開けるぜベイベー。フミンというブドウ品種なんだが、フミンというブドウ品種は標高の高いところでないと育たないらしく、栽培が非常に難しいので、みんなあんまり育てたがらないらしい。ブドウ品種は結構ポリフェノールが強いらしいのだが、開けて見てみる。コルクは短い。こんな感じだ。伝わるでしょうか。こんな感じだ。あ、よかった、ブショネじゃね。良い香りであります。良い香り。香り、コルクだけだと酸はそんなに強く感じないが、明瞭に綺麗な酸を持っている。期待大、期待大、期待といっても空気、その期待ではない。継ぐぜベイベー。適当なグラスがわからないので、今日はちっちゃいグラスで、イエイ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 、かっけえ、このモチベーションで20周ぶっちぎるぜ、イエイでございます。かぐぜベイベー。思ったより普通だ、少し私の好みの赤ワインの香りであるバラバラバラの香りがする。バラバラではない、もうちょっと時間をかけて香りを感じたいところだ。色見たいですか、色見たいですか、僕のシャツをバックにして伝わりますか、色見たいですか。見ましたね。じゃあいい加減飲みます。木の実の果実ではなく、比較的黒い果実、黒みを帯びた果実に近いが、プルーンよりはザク、ザクロよりは、シャーセン用ザクに近いかもしれない。犯人は穏やかで、ティックによるところか乳酸のニュアンスも強いが、まあそんなことはどうでもいいだろう。細かいことを言っていると皆さん視聴者が遠のいてしまうので、今回20週飲むにあたって全て3000円前後で買えるものに絞った、ゆえにお手頃なので、みんなも興味があったら購入してみてくれたまえ。思いのほか飲みやすいぞこれ。あ、飲んだ瞬間に景色が変わってしまった。ここはバレッタオスタ州の有名な観光地、山に囲まれたクールマイオール、クールマイオールに来てしまった。イエーイクールマイオールだぜベイベー、イエーイ。クールマイオールってどんなところか俺は知らない。なんとなくこうやって雪がいっぱいあって、山がいっぱいあって、ヤッホー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 、こんな感じではないでしょうか。あとはただひたすら飲むだけ。味わいの表現はどうでもよいのだが、せっかくだから今回味わったこのワインのコスパ度をデデン
こんな感じで紹介してみるか、みんなどう思うだろう、ご意見とかあったらどっかに書き込んでくれてもいいが、読む気があればの問題です。私に読む気があればの問題であります。参考までで言うと、バレ・ダオスタ州はこんな感じの地形なんだけど、まあ、地図なんだけど、真ん中にこう川が流れてて、その川沿いの斜面にブドウがなっているというところであります、フランスとスイスに近いからフランス語も、話すところで、イタリア語以外の、語学が喋れる人はぜひ一度行ってみてください。もちろん喋れなくても行ってみてください。はははははは。こんなわけでもう一回飲む。勉強がてら言っておくと、バレ・ダオスタ州の土着品種は他にも、プティ・ルージュだっけ、プティ・ルージュとプリエ・ブラン、プティ・ルージュとプリエ・ブランとかあったりするのだが、これで俺はフミンを制したとは思わないが、これでフミンはどんな味と言われたら、どっかで話す機会があるかもしれない。一言で言うと飲みやすい、バレ・ダオスタ州の協同組合の皆さんありがとう。やっほー。